ラチャチャラリラトリラタラ,ラ,ラタ TV みなさんこんにちはこんにちは三橋 TV のお時間ですこの番組は月間三橋会員の皆様のご支援によりお送りしておりますキャスターは私高家の後三橋高明です 三橋 T. V. は三橋貴明のブログ、新世紀のビッグブラザーへのエントリーを取り上げ。視聴者の皆様に経済を学んでいただくという趣旨となっております。皆様ぜひとも、チャンネル登録をお願いいたします。はい。チャンネル登録はこちらからお願いいたします。ええー、三橋。経済塾ですが、はい、第十三期の第一回講義は先日。えー、明石、元赤石市長の泉房男先生をお招きして開催されました。次回は、二月十七日に荒川和久先生を。 招きして、お話を伺いたいと思います。はい、荒川先生の講演ってめちゃくちゃ面白いんですよ。<ー>はい、しかも、あの全部データに基づいてるでしょ。はい、で、その現代版も面白いんだけど、その江戸時代編もすごく面白いのよ。よ江戸時代編。江戸時代も少子化で、独身男性だらけだったんです。うんうん、特にここ。東京。東京、まあ、江戸ですよね。<ん>その時にどういう文化が交流したとかね。えー、どういう文化。いや、もうめちゃくちゃ面白いです。 あるいはこれちょっと違う話だけど、はい、やっぱ高齢化したわけですよ。うんうん、すると高齢者の方って歯が弱くなってくるでしょ。はい、だから歯に優しい食べ物の文化が発展したの。柔らかいやつってことですかそう。豆腐とかうどんとか。そこからなんですかそう。面白い。面白いでしょ。うん、まあそれちょっと荒川先生の話とは違うんですけども。はい、だから結局なんだかんだ言って少子化とか高齢化とかってあるいは独身の、まあ、特に男性が増えるって、まあ、今に始まった話じゃないんです。 少子化、うん、が進んでたんですか少子化自体はねその元禄バブルが崩壊した後に、はいえー、徳川吉宗が緊縮財政やって、はいうん、経済がデフレ化したって今と全く同じなんだよ。うん <laughs> で、江戸の独身男性がめちゃ増えたのは、やっぱりほら、江戸は拡張していったんです、ひたすら。だから大工さんとかの仕事がめちゃくちゃあるから、男性が流入してきたの地方から。でも女性は来ないですよね、なかなかね。はいはい。家族で来るわけじゃないんで、独身男性が流入した結果、溢れちゃったんですよ。溢れちゃったの。だから、それこそ遊郭とかね、その吉原とかそういうところが発展するっていう形で、これいろいろつながってくる。なるほど。はい。なるほどって関心するとこなど はいえー、高等論の、はいえー、第60回頼朝の首を墓に備えよう歴史時事第60回開智時女の崩壊がリリースになりましたのでぜひ、はい、歴史時事じゃなくて形成手論ですね形成手論の方もチャイナドレスも面白かったチャイナもう聞いたのね <laughs> へえっていろいろへえって思いました、うん、チャイナドレスってなんで生まれたのみたいな、はい、あれだからね中国の人たちの服じゃない肝心の服じゃないんでね満州、うん、服だからもともとはい まあそこにその洋風なドレスの発想がこう入ってガチャンってなって、だどっちみち中国の、まああの漢のね、はい、あの漢民族たちのに根ざしたものではないんだけど、んなんか今象徴みたいになってるよね。なってますよね。はい。まあそんなもんないですよ、文化なんてはい。ということでございますね。でね。はい。国家の安全保障を考えたときに、最も重要なものを3つ挙げろって言われたときに、コウケさん答えられますか安全保障そう。国民を守るために何が必要ですかっていうのを大きく3つ挙げなさいと。 食べ物食料ですね2つ目がエネルギーエネルギーですよすごいなあともう一個が分からない防衛ですよ防衛はいで特に防衛については日本だと防衛装備品とか変な言い方するんだけど要は兵器兵器の生産ができること今回のロシア・ウクライナ戦争であったりあるいは今日のテーマでもあるんだけどイスラエル・ハマス戦争とか風刺派による タンカーに対する、コンテナ船に対する攻撃とか見ると、はい、もう半導体だね。<っ>はい。そこの部分からちゃんと、その独自で作って、はい、まあ上流固定からね、アップストリームからちゃんと作って、それで兵器作れるっていうのがですね、これが非常に重要になっていくんだろうなと、か重要になってるわけ、はい、現実問題。うん、で、アメリカは実際ですね、すごいなと思うんですけど、その食料、 えー、自給率は100%超えですと。はい、エネルギー自給率は天然ガスも原油も100%超えですと。で、防衛についても自国の生産にこだわるわけですよ。うん、ただし、半導体については若干おろそかになってた。まあ、もちろんエ v ビディアとかインテルとか強いんですけども、うん、その、あまりにもは裾野が広いんで、はい、そこについて、あの、台湾にかなり依存している部分があって、うんうん、まあ、これちょっと危ないなと。はい。いうことで、その自国生産と、あと備蓄すごいね。うん、この発想すごいけど、半導体の備蓄、うん、<laughs> プラス、 日本と韓国作れっていう、えー。そういう戦略が、これオープンですよ。はい、陰謀でもなんでもなくてオープンになってるんですよ。うん、まあだからやっぱり経産省もですね、本気にならざるを得なくって、それで北海道の今、千歳にラピダスが大工場を作ってるわけです。はい、これは日経ね。はい、で、TSMC は熊本で、これも大変な、ことすごいことになってるみたいなんだけど、うんはいろいろという形で日本で半導体の製造がガンガン行われるようになってきてるわけなんですよ。うん、それがだから最終的には防衛産業に。 つながっていくわけなんですよね。うん、でも、ちょっとなんかラピダスというか、北海道心配なんだけど、どうしてですか止まり原発動かしてないから、うん、電力大丈夫なのかなとか、ね、あ<ー>まあそういういろんな部分にこう波及していくわけです。うん、でね、その今回の例は、能登半島地震で分かったと思いますが、はい、結局我々が生存するために必要なのは、総力戦です。総力戦で,です、そうん。ルーデンドルフの。 つまり、資源、原材料、土地から最終的な消費者のところまでのすべての部分についてですね、はい、きちんと理解した上で、それが維持されるようにしないとダメだってことですよ。どこかかけるとってことですよね。はい。だからアメリカも半導体についてはかなり台湾に依存してた部分があって、ちょっとまあそれは反省して。はい、はい。それで、えー、まあ一応は軍事同盟がある日本、韓国作れと。はい。から日本なんか占領されてますからね。あ、韓国もだ、ね、<laughs> 韓国、日本は占領されてるんでアメリカに。それは言うこと聞きますよと。それで、 そのバリューチェーン、製造のバリューチェーンのところの全てのところについてですね、はい、自国の主導権、それこそイニシアチブですね。うん、イニシアチブ持って、それで対応しようとしてるわけなんで、いや、立派な国家だなと思うんですけどね。アメリカが <laughs> いや。アメリカですよ、それアメリカ。はい、アメリカがということ。というわけでですね、その今回、その資源、資源戦争と、私はまあそういうテーマで買い作ってんだけど、はい、その資源について、 あの、まあ、着目したコンテンツをリリースすることになったの、ね、<お>だから、第1巻が1月25日に発売になりますけど、その第1巻、第2巻、第3巻で、第2巻が食料で、第3巻が半導体。<ー>はい。まあ、防衛産業ですね、はい、最終的に。それで、第1巻がエネルギー。ギーもうなんか、見るも無残でしょ、これ。<laughs> エネルギー自給率。12%。<laughs> ということですね。こんなに低いんですか、ね、こんなに低いわけなんですよ。 ということでそう、アメリカ立派ですよね。本当と100%超えですからね。はいはい、どうすんだよと。ノルウェーってどうしてこんなに高いんですか水力です。あ<ー>うん、だ日本もね、水力発電をもっと活用すればアップできますよ。はいうん、これ実際やるらしいんだけどね、はいその、ダムって、経産省の管轄の発電用のダムと、はいはい、防災対策の国交省のダムに分かれてるのよ、日本って。うーん 管轄が違うの、はい、で国交省の方のダムって基本的には防災対策だから発電してないんですよ。うんうん、ああふれないようにするための,ものってこと災害時とかあるいはその水の供給とかですね。でそこに例えば発電機を置いて下にでしょ、はい、水力発電機を置いて上から水を落として回転させればそれで発電できるわけ。あるいはそのダムをかさ上げする例えば1メートルかさ上げするだけで膨大な水がたまることになるんでそうするとまた発電量が増えるでしょ。えー え、防災用のダムっていうのは全国どのくらいあるんですか。分かんない数か。でもどっちみちね、これだけはいいので、もう作れない。<結構 S 1> あ、どうしてですか。ああ、だから高度成長期に村を沈めるというようなね、大変なあのまあそのその住んでる方にとっても苦なんだし、作る方にとっても苦なんだってそういうのを乗り越えて作ってった。だからもう作れないだろうと言われてます。大規模ダム。ただしただしでしょ。川はこうあるわけじゃないですか。<はい S 1> 多段階にダム作ってきゃいけないんだよね。<laughs> うんうん。これはどっちかというと地方自治体の 役割になると思うんですけど、まあそういうことをやることによって、これを引き上げることはできるだろうし、はい、一応その方向みたい。推<ー>力については。そ,それでメガソーラについては、減らすっていう認識なんですよ、<ー>計算書は。あ、そうなんですかそうなんですよ。<ー>うん。あなん <laughs> まともなことやりやがってと思ってない。<laughs> たまにまともなことやね、まあ。目標は彼らまともなのとってんだけど、そこに至るロードマップが全然見えないというのが問題なんだけどね。まあそういうことを今、日本国民知らないといけないというか、もうね、ちょっとやばいんですよ。はい。何がやばいのか。はい。 ということでですね、こちら。日本の原油の輸入先です。はい。昔私は中東依存度80%でやべえなぁと思ってたんだけど、もはやそのレベルじゃなくて95%ぐらいなんですよ。えー、すごいでしょ、この間が。はい。サウジアラビアとアラブ首長国連邦、UAE だけで、え、73%ぐらいか。そこにクエーとカタールって加わることで、もう9割ぐらいがですね、中東から原油を買ってるの。で、天然ガスは、はい。 これはかなり多様化できたんですよ。だからロシア・ウクライナ戦争でそれほどダメージを受けなかった。<ー>逆をやっちゃったのがヨーロッパです。ロシア依存度高めちゃった結果大変なことになったけど、<ー>日本はある程度分散化してます。それ中東依存度もそんな高くないですけど、じゃこれで今何が起きてるかなんですね。はい、で、これはまあブログになりますけども、 1>, えー、1月16日のブログ戦略物資である原油の調達先の多様化をというエントリーで書きましたが、えー、今年の1月1日に取り上げたあの問題、はい、風刺派、はい、風刺派がですね相変わらず公海マンデブ海峡に向けて公海に入る、はい、あるいは出ていくる船に対してコンテナ船とか単価に対して攻撃していくんですよ、うんはい、まだ火事ぐらいが発生しただけで人的被害出てないんですけどそこちょっと通れないですよね。うん、でイギリリスとアメリカが このま、連合軍として、それでイエメン爆撃してんだけど、こう、フーシアって言うと、はい。それこそハマスみたいな、なんかテロリストって認識になるじゃないですか、はい。なります。はい。ヒズボーラーみたいな、はい。うん。でも、実はフーシアって、そのイエメンの人口密集地域である西側、あるいは西北部と首都も押さえてんですよ。はい、ということはイエメン政府じゃないのこれ。うん。<laughs> はい、え、押さえてるっていうのはどういう状味支配してるの、普通に。えー、今、内戦中で。で、はい、国際的に認められた政権は砂漠地帯を押さえてるのよ <laughs>。 人、うん、住んでないとこほとんど。うん、ということこう風刺派ってその国際的な承認運動を除くと普通にイエメン政府なんですよね。うん、それを爆撃してるわけこれ戦争って言わない確かに、はいまあ、そういうふうに言われたくないから多分風刺派って呼んでると思うんだけども<ー>、はい、でも陸上からミサイル飛ばしてくるっていうようなそういう敵に対しては、はい、本当に爆撃だけで対処できるのかなとかね、うん、どうなんですか、ね、でじ,ゃあじゃあ陸軍送りますかってなったらこれ完全に戦争ですよね。はいはい そういう方、この形、まず、あまあ、もう始まっちゃってますけど、中東がですね、きな臭いというか、もう戦乱が始まってるわけです。うんうん、戦争が始まってるわけです。それが、イランとアメリカの直接的な対決につながっちゃうと、ホルムズ海峡を通れなくなるから、はい、さっきの日本の原油の90%以上がですね、うん、入ってこなくなる。はい。その時、日本はどう,う、はい、一応ね、一応、220日分の備蓄ある。220日なん <laughs> だなんだ少いっていう顔したの、今。<laughs> 少ないですよね。少ないと思う。 はい、でもまあそれはと,と,とりあえずそんだけはあるんでだから原油の調達先の多様化が必要でしょうと、うん、これ誰も反対しないと思うんですよね、はい、じゃあどこから買いますかととりあえず一番有望なのはアメリカです、うん、世界最大の産油国にまた成り上がったからの、はい、し上がったからもともとそうだったんだけど、うん、一回調落したけどまた戻ったでしょうとでもそのアメリカからですね原油を輸入する際にもボトルネックというかチョークポイントがあるんですよ何ですか はい、というわけでですねこれはですね、はい、資源エネルギー値をです、ねまあ、経産省のページから頂い,いてまいりましたけどもねえシェールオイルシェールガスについて取り始めましょう、はいはい、でこれ実はシェールオイルだけじゃなくて一般の原油もですねアメリカってあのあの要は資源が埋蔵されてる部分ってここにロッキー山脈あるんだけどね、はい、ロッキー山脈の東なんですよだいたいカリブ海周辺って考えてください、はい、一番有望なのが。 カリブ海で、まああるんだけど、実はあるんだけど、日本が LNG とか原油をアメリカから買うじゃないですか。はい。持ってくるときに、絶対ここ通るんですよ。こう<ー>か。わかりますでしょ、はい、はい。このパナマ運河がですね、今、干ばつで、なかなか大型船が通れなくなってるんです。へぇはい。あの、スイズ運河の問題ばっかりやってましたけど、はい、パナマ運河も結構ですね、チョークポイントとして、はい、今、まずいんですよ。はい、戦争ではないけど。うんうん。うん、そしたら、じゃあどうするんですかと。はい。 希望法もあるんですかと。はい、あ、希望法もあ希望法もあって、長、希望法もあってこっちから持ってくるか、あるいはマゼラン海峡抜けてこっちに持って、こっちから持ってくるかと。でも、はい、そのなんか、どっちみちこの辺ってめちゃめちゃ海が荒いから、はい、まあ危険だってのもあるんですけど、うんうん、え、つまり、要はなんかれ例えば、日本は原油の調達先を多様化すべきだとか言うと、じゃあアメリカから買えばいいじゃん。 っていう発想で、まあ、それは、ま、間違ってないんだけど、うん、そんな単純な話じゃないんですよ。うんうん、さっきの総力戦の話です。本当に、ここからどうやってバナマハンが取れなかった場合、持ってくるんですかと。うん、あるいは、その、ロッキー山脈を越えるようなパイプライン作ってもらうんですかと。まあ、それでも日本が金出すしかないですね。はい。で、太平洋で、その、積むことができる、まあ、オイルですけどね。はい、原油を積むことができるようにしたら、うん、そしたら、まあ、ここからこういうふうに持ってくるんだけど、でもその場合は、まあ、日本のアメリカに対するエネルギー、 安全保障の依存度は当然高まりますから、はい、ますます言うこと聞かなくちゃいけなくな,、はい、なるなと思いす。思いますでしょ、はい、はい、そういう話を今回の資源戦争シリーズでやっていきたいんですよ、うん、でね、えー、プロイセン、ドイツの前身であるプロイセンって。もともとはい、は今ちょっとロシアのになっちゃってるけど、その東プロイセン。 が、まあ、発祥の地なんですよそこからだん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 、えー、西ですね西の方に進んできて最終的にドイツ統一に至るわけなんですけどね、はいはい、で一応農業国だったんですねプロイセンってでそのプロイセンが最終的にドイツの統一を成し遂げる時にフランスと戦ったのフフツ戦争です、ねうんうん、その時にもうすでにそれこそビスマルクとかモルトキの時代ですけど、はい、ドイツ国内ドイツの、まあ、プロイセンとあとドイツ諸侯ですねの中にちゃんと鉄道も作ってたんです、うん それでフランスと開戦した途端に兵士をブワーッと西に送りまして圧倒したんですよ、フランスを。でも穀物についても、東プロジェンの穀倉地帯の穀物をブワーッと西に鉄道で運ぶっていう予定になってたんだけど、これね、初めてだったんですね。 <coughs> 人での鉄道網を使って送るっていうのが<ー>。南北戦争でちょっとやってましたけど、はい、本格的にやったのは、不婦戦争のプロ転が初めてなんですよ、うんね。いろんなトラブルが出るんですよ、想定外のトラブルが。例えば例えば、なんか時刻表が合わなくて、そのトラックがずっと待ってなくちゃいけないとかね、<ー>それ、あるいはその受け取るどこがなくて、ずっとその駅のとこに積み上げられたままで腐っちゃうとかですね。そしたらどうなったかというとね、最終的に、あれって言って、あのベルギーのアントワープっていうのがあるんですけど、ね、はい ベルギーのアントワープからだとプロイセンはあの東ですよね。<laughs> アントワープ近いんでしょ前線に。こっから持ってきた方が早くねってことになりまして<ー>。はい。それでアントワープが受け入れてたのはアメリカ産の小麦なんですよ。<は>アメリカ産の小麦。アメリカの穀倉地帯で取れる小麦をもう膨大な量がヨーロッパになだれ込んできたの。うん、アントワープを中心に。 そこから買った方が早くねってことになりましてうん、うん、それでそのままピュッて東に持ってきて前線に送ったんだけどその時にだからプロイセンの将軍たちは激怒したんですよね。どうしてですかやべえよこれ絶対。要は兵糧について外国に依存してんじゃないかと。その通りなんですけどね、はい。というふうにちゃんと真剣に考えたわけですよ。だからもしアメリカが対プロイセンとか対ドイツ諸国に対して小麦の金融とかやった瞬間に俺ら崩壊しねみたいな、うん、もう戦争戦ってましたから、はい。 そういう状況になっちゃう。というのが前、前前からちゃんとそういうのは、分かる人は分かってたから、考えたんですよね。うん、はい。だ元々もともとは、ちゃんとじ別にアメリカの小麦に頼る気は一切なくて、プロシセンのちゃんと自国の小麦に頼ろうと思ったら、それ運べないと。うん、<laughs> はい。トラブルだらけでと。人間って、自分の意思で動いてくれるじゃないですか。 人間人間だから偏西を運ぼうとしてちょっとミスって入ったらちょっと向こうに移ってそっちから行ってっていうのができるんですよ。るものはできないでものはできすよで,、はい、できないからそれで書類が滞っちゃったらそこで腐るみたいなのが頻発しちゃったから、うん、アントワープからアメリカ産小麦仕入れるという形で戦っちゃったんだけど、うん、それについて反省してたわけですよ、うん、だから最終的にはだから第一次世界大戦の時も同じような状況になったから、はい、ルーデンドルフの総力戦というそういう考え方が確立した もう資源土地,のし土地であったり工業用原料とか、ねはい、鉱物性資源とか資源からその最終的なエンドユーザー、まあ、戦争の場合はせんぜあの前線ですね、はい、そこに至るまで全部自国で総力ってことですか総力を挙げてやらなくちゃいけないでしょとロジスティック含めてですね、はい、で今回のだから能登のの半島地震で、まあ、このロジスティックが機能しなかったんですね。な、うんでかとというとその事前に ちゃんと公共事業で道路の拡張とかしてなかかったから、うんはい、で特に珠洲市なんて高速道路通ってないからね、はいはい、そうなると大変困っちゃうわけですようん、うん、困っちゃうどうしようとで幹線道路は警戒バーってやったけどそこから枝葉のとこできないと、はい、いうことになっちゃうもうこの時点でだからロジスティック的には崩壊だから総力点線的にはもう落第ということになっちゃう、うん、ですよねで、日本のエネルギー考えた時にさすがに、まあ、将来的には分からないけど 現時点でエネルギーの自給率を、まあ、今こんな無残な状況になってますけど、無残な状況になってるけど、100%, 100で持っていくのはね、不可能じゃないと思います。うん。うん。ただし、現在、現在無理だよ。現在無理だけど。はい。いろんなあの可能性あるでしょ例えばもう、まあ、都市を賄える,、ま、かなるような蓄電池が開発されるとかさ。お<ー>それたらもう太陽光でいいんじゃない <laughs> う,んうん。それ貯めなきゃいいだけだから。まあ、貯めれるから。貯めれるからとか、あるいは核融合。 はい、発電が実用化するとか。まあ、早くても30年後だとは思うんだけども。はいはい、そうすると、全部自前のね、時刻の、まあ、電力、まあ、核融合であったり、あるいは太陽でも、風力でも水力でもいいんですけどね。それで100%賄うっていうのは、これは不可能じゃない。うん、ですけど、とりあえず、 そんなあの、まあ、夢物語とは言わないんだけど将来の技術の可能性にすがってもしょうがないじゃないですか、まあ、今の問題だろうと、はい、だから原油の調達先の多様化、うん、特にまあアメリカでもしょうがないですよアメリカから買わせていただくととかあるいは原発の再稼働であったり、うん、あとさっきの水力の可能性をね、はい、その追求するっていうのをねやっていくべきだと思うんですようん、うん、という話を今回のえ資源戦争の第一巻エネルギー戦争編ですね、はい、これでぜひ皆さんにご理解いただきたいなとリアルな話でしょ、はい どこで見れるんですか?。これ、あの、ここに。ここ。ここに <laughs>、えー。url があると思いますの、ね、で、そちらからおを。動画ってことですか?。そうそう、あ、いつもやってる、あの、パワーポイント使って、私のコンテンツで。講義みたいな感じなんです、ね。講義で,、ね、です、講義です、講義。だから、だから、例、例えば、ね、でもね、その、水力を可能性を追求しようと。 例えば、えー、まあ国土交通省のダムに発電機つけようは簡単なんだけどダダムムかかさ上げしましししままょょうかううん、と多段階ダムにてていきましょうっていうのは、はい、これ全部公共投資なんですよねうん、うん、だ結局その緊縮財政っていう呪縛がある限り、うん、ちょっとどうにもなんないなというところにまた結局行き着いちゃうんだけど、うん、でもこういうさまざまな課題があるでしょうっていうのを理解した上で緊縮の転換っていうのをやっていく必要があるのかなと思ったわけですけどいかが思われました資資源といいうう戦略物資を奪い合う 新時代の戦争が始まっていた資源の重要性をきちんと理解して政治家にちゃんと働きかけて動いてもらうということをやらなくちゃいけない時期になりますなぜならばすでに源戦争といいいうものが始ままっているからでございます日本人はもう全然危機感ないんですけど電気自動車って聞くと我々はテスラって思うんですよ、まあ、テスラ強いんですけどもこれが PHEV 車の世界販売台数トップ20なんですねテスラのモデルがワイト3が12を占めてるんですよ確かに。 ただその3位 BYD、4位 BYD、BYD って何中国の企業です。その下に出てくる GAC、これも中国の企業です。広州記者です。で、10位のブリングビンゴっていうのがある、これも中国の企業なんです。つまり今、トップ10のうちのですね8社が中国企業になっちゃってるんですね。中国は国家的にですねガソリンエンジンの市場を作り変えようとしてるんですよ。それを理解してほしいんですね。そこまでやるんですね。どうやって伸ばしてるかというと、まあ、メーカーにめちゃめちゃ補助出してるってのもあるんだけど、 中国っっててね、車買ってもナンバーープレートなかななかか取れないんですよ。つまり走れないってことなんですけどねそれなんでかというと大渋滞になっちゃうからそれをね PHEV と BEV については優先してナンバープレートあげるんですだから電気自動車ハイブリッド含むんですけど電気自動車を買うとすぐ乗れるんですよねナンバープレートもらえるからそういうやり方で国内政策で市場において、えー、BEV と PHEV の量を増やしていってるんですねそしてコストを削減して世界に打っていくと。 アンフェアな形でそれで BEV や PHEV の製品の競争力を高めてそれで世界支持を取っていく日本車同一車を駆逐していこうという戦略を取っていますこれ確実に国家的にやってますカーボンニュートラルのせいでこういう新規ビジネスっていうのは次々に誕生していくのかなと思うんですけども明らかに中国が特に重要な製品ね自動車とか半導体についてゲームチェンジャーとして動き始めているのでちょっと日本の政府の皆さんあるいは官僚の皆さんあるいは企業の皆さんまあ国民の皆さんだな危機感を持った方が と考えているわけですね、はい、ちなみにこのカーボンニュートラルの問題は食料であったり半導体の部分にまでですねかなり大きな影響を及ぼしますので、えー、ご期待ください資源の奪い合いが歴史を大きく変え続けた農耕文産業革命大英帝国の繁栄大航海時代奴隷と人種差別ペリー来航と明治維新 そして繰り返される世界大戦世界は常に資源の奪い合いで動いてきたそして今新たな資源戦争が始まる2022年ロシア・ウクライナ戦争2023年イスラエル・ガザ戦争2024年エネルギー戦争食糧戦争半導体戦争日本人が知らない資源戦争の裏側を公開 これから日本に訪れる未曾有の危機を経済学地政学戦略物資をもとに描き出す三橋孝明の新プロジェクト新時代の資源戦争。